はいどうもこんばんは、マキです。アイドルミュージです。はい、ということで本日はまあこれはちょっと後撮りなんですけどもそうです ねタイトルとサムネを見ていただければわかると思うんですけど、はい、とんかつ大食いでございます。イエイ。なかなか大食いなんてしないですよね。いや、しない。しかもとんかつってね。いやバカでございます。タニアンさんが大好きでほぼ毎日見てるんですけど、あ、はいはい、タニアンさんをちょっと真似したいなというか ね、 なるほどね、リスペクトということでちょっと大量にあげましてやるんですけど、はいはいはい、まあ今回、まあ、3人うちいるんですよね。スタッフ君とユージと僕とっていう3人いるんですけど、まあそれぞれちょっとサイコロを振って、そのサイコロで出た目の数分とんかつを食べていくっていうね。なるほどね。企画でございますので、はい、まずはサイコロを振っていきまシャー。はい、ということで行きましょう。はい、サイコロドン。スタート。パー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 、ストップ。はい、続きまして、はい、佐藤くんです。次は僕が行きます。はい。おー、良心的。いやーここで俺は1しか出さないけどね。明日東京だもん。言ってあと何時間後かには俺もう家出ないといけない。ということで1枚狙っていきます。これは本気です。ガチでいきます。3、2、1。えい。いやもうここで俺はね出すから。3、2、1。ああ怖いよ。もうちょっと俺がやりたかったネタ。おー、チコンニャー、私っちはもうビールまでいただいて、私は明日がねちょっと東京なんでビールは飲まないんですけど、はい、私はマテッチャ。はい、ということで早速これもオッケー。スムニダーいただきます。スムニダー、これがチーズイン。でかいもん。チーズインだよ。ほら顔見て、ほら塩とかもあるから、塩つけて食べるとかもあるですからね。ということでいただきまーす。テルモッケスマインダー。いただきます。焼けてるかわかりません。じゃあもう僕いきます。うまい。ちょっと油で揚げたやつなんだけど、うん、うまいよ。こっちフライヤーで揚げたんだよね。うんうん、気になる。いただきます。まだチーズも焼けなかったけど、うん、前回とは比べ物にならんぐらい。あ、マジで。うまい。うん、これはチーズインとんかつです。うまっ。うまっ。ビールが進む。おお、なんでサイコロでしちゃったんだろう。あんたも5個だって。うん、やばっ。うん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 、すごいすごいよ、すごいよ。まだいける、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 まだいけるよ。みんなこうやって遊んじゃダメだよ。みんなこうやって遊んじゃダメだからね。もっといける、まだ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 いける、ほら、立て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 、すえ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 、食べるんだ。爆速で食べるんだ。もっと早く、もっと早く食べるんだ。もうチーズないじゃん。でもとんかつってうまいんだな。うん、うまい。分かんない、日本でとんかつをなんか冷凍で食べようとか思ったことないからあれだけどさ、全然おいしい。うん、意外とうまいですね。うん、韓国って結構あるんでしょ。うん、とんかつ結構食べる。つうかこれで1個目かよく考えたら。大丈夫。ん、これ食ったらあと4つだけだな。え、俺この真っ黒。あ、じゃあいいよ。いいんだけどさ、物変わらんし、いいよこれで、この岩石みたいなやつでいいよ。逆に味もつけずに食べてみよう。その味ついてそうっていう。どう？焦げてる味が。いいよ。じゃあラスト1ついただきます。泣いた。泣いたね。でも正直言ってね、辛くない、そんな。いや、まだ辛くはないよ。ただ、後々これ来るなって感じだね。ビールが悪いよ。自動車保険はアクサで。大食い企画って辛いって俺知ってんの、うん、今までの経験上。うん、今までの経験上なんで。何してきたの？俺がマジで、あ、大食いってきついんだなって初めて感じたのは、
これはじめのチャンネルなんだけど、うん、ペヤング10キロ食べてみたっていう動画、俺あれ実は出てんだけど、あれの時に本気で、あ、辛いってなったほんまにあの時本当に俺もう終わったと思ったもん。え、最初はどうだったの？余裕っしょ。そうそう、だよね。一杯パッて食って余裕じゃん、二杯目食うじゃん、ペロって食うじゃん、余裕じゃん。三つ目、え、三つ目の壁ある。で、あの動画見たら分かるけど、結局食べきれなかったんですよ。え、うん、そう、10キロ食べれないなんて。で、許されてたの、あの時は。うん、それで、うん、今の時代、大食いの人たちがいっぱいいるんだから。ニアンさんとか、まあ、木下ゆかさんもそうですけど、いっぱいいるわけですよ。カノックスター君とかさ、それもういっぱい出てきましたよ。食べなきゃってなっちゃう。なおさらきついね。もうつらい。大丈夫、俺も。君の場合はこれだね。でも、ご飯は食べたくなるよね。うん。いや、わかるよ。じゃんけんしよう。1個をかけた。6個になるか、4個になるか。するしない？お前が YouTuber なら、やると思うんだけど。どうする？よしよ、じゃあやろう。勝ったら6個。勝ったら負けたら6個。どっちがいい？お前に選ばせてやるよ。俺が振ったんだ。勝ったら6個。勝ったら6個。うん、みたいな。うん。1回勝負だぞ。いきます！じゃんけんポンでいくよ。はい。買えばい棒じゃないよ。はい。買えばい棒でいくよ。動画的に。じゃあ、海外ボーテ。海外ボーテ。海外ボーテいくよ。はい。どう？はい。海外ボーテ！ちょっと食べるわ。俺はチョキ出すよ。俺はパー出すよ。俺明日東京だから。チョキしか出さない。海外そういうとこあるよな、待って。どういうところ？俺の間違いなの。え？間違えた？え？だって俺が勝ったんだから俺が6枚だよ。あ、そっか。そっか。そうだね。ここはポツンってしてた。そう。何言ってんだろう。なんで？え、俺間違えたんかなと思った。かく食うのが合ってんのかなと思っちゃった。本当に嫌すぎて今ガチだった今。しかもダメだ。ラストわしこれ。もうなんかもうとんかつソースを多くかけたくなってきちゃう。ソースで食うぞ。もうそう。ソース。食べるの？そう。ありがとうね。もっといったら。マニマニカムサムニだ。テケテケカムサムニだ。テケテケ出た。あ、でもやばい。緊張するな。僕は最後の一口です。カルモコスムニだ。大丈夫、横にいてあげる。じゃあ宮崎の朝よく流れる CM 歌ってあげようか。ファイファイファイ力いっぱいファイファイファイ脱ぎ出そうよみんなみんなで輝こうてててててて輝け餃子の丸岡。ファイファイファイ力いっぱいファイファイファイ夢中になろうよ。最悪。たくさん洗えるウォッシュハウス花粉とダニさんやっつけるきれいで安心ウォッシュハウス。ウォッシュハウス宮崎の人今やばい。もううわぁうわぁそれだちっちゃそれだって笑ってる。ちっちゃそれだは言わない。もう宮崎の人は今やばい。ウォッシュハウスって言った瞬間うわやば。宮崎人はやばい。コメント欄思われ。よしわしは行くよ。いけいけー東海大附属高校ひぃ名字まで言うな。韓国在住のマーキリー、今回はそんなマーキリーのモーニングルーティーンをご紹介。何気ない毎日を動画にまとめてお届けします。次回電動キックボードマジ最強。
しないけど。